株式会社ヘルスは東京都府中市に本社を持つ家庭用電位治療器を製造・販売する日本の企業埼玉県所沢市に本社があり医療機器を販売・修理する同盟企業及び石川県金沢市に本社があり入浴剤を製造・販売する同盟企業とは関係がないパワーヘルス生産28万台突破家庭用電位治療器。 パワーヘルスとコスモトロンを製造・販売。両機種とも実際の製造は豊か電気株式会社が担当。製造拠点は同社五天場工場。2003年11月時点で累計生産台数23万台を突破し、毎年1万台以上コンスタントに販売している安定商品に成長していますと紹介されていた。 豊タ電機株式会社は措置命令前の2013年6月時点では事業内容に家庭用電位治療機器も挙げていたが2015年現在は削除されているパワーヘルス体験会場のパワーヘルス設立当時からの製品で販売実績は1981年販売開始から2013年11月までで40万台以上 価格は1台50から40万円前後。なお、2005年の厚生労働省医療機器不具合、等報告によれば、パワーヘルス PH-14000 で原因不明の死亡事故が起きている。2014年7月から発売。価格は1台50から40万円前後。2016年9月には、CT-9000 の販売が停止となった。 措置命令の出た2013年10月時点では以下の営業所も存在した。株式会社ヘルス本社かつては自社ビルを保有していた。2012年11月時点で4件。2014年9月時点では以下のグループ会社が存在した。一般小売店では取り扱わず、自社で健康ルームと称する会場を開設し、ヘルスアドバイザーと称する販売員による説明。 販売を行っている。かつては固定給及び部合給のある営業職と完全部合給制度の販売委託契約の2種類を募集していたが2016年8月時点では売上げに応じた販売手数料を支給される委託販売のみ募集している。パワーヘルス体験会場措置命令前は販売員を健康指導員と称しており学歴、経験不問で募集。 2013年11月時点で販売員の7割はヘルス社との業務委託契約であり、1台ごとに30から35%を販売手数料として受け取っていた。年に10回くらいヘルス本社で特別研修が開かれ、成績優秀な販売員には高級時計などが送られていた。ヘルス社はパワーヘルス使用者の体験発表会を開催し、 その体験発表会を収録した DVD や小冊子を作成していたが、パワーヘルスを継続して使用することにより、頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘が感解するだけでなく治癒するかのように、また、高血圧、糖尿病、腰痛等の他の特定の疾病もしくは症状も感解、または治癒するかのような表示をしていた。創業者、元社長、 古谷久志は理学博士の肩書きで講演をしていた。2010年春にパワーヘルスの効果について講演した模様を収めた DVD によると、80歳でも生理が始まり、胸も大きくなる、脳障害は3ヶ月前に予知があり、それをキャッチして生体電子が進む。鼻血が大量に出ると脳障害はすべて除去されると話していた。ところが、 古谷久志の博士号について問い合わせたところ、ヘルス社は、古谷社長が博士号を取得したのは、アメリカの大学だったと聞いています。パシフィックウェスタン大学確かそんな名前だったと思いますが、と話し、博士号を取得した大学を問いただす。質問状に対しても、ノーコメント。一切取材には応じられないと回答していた。電池料金の効能として、医薬品。 医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で認められているのは頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘の寛解の4つのみであるが、販売会場では妻が若返って色気が出た、ゴルフやゲートボールが上手くなる、等それ以外の効能も歌っていた。夜寝て使用すると3倍の効果があるとも説明していたが、 朝日新聞の取材に対して、ヘルス社側は根拠はなかったと認めている。また、販売員は、パワーヘルスを使わないと悪化すると強調するように、指示され、使わないと病気が悪化するという脅かしも繰り返していた。2013年4月には、関東、関西、九州など全国各地の営業所に消費者庁の立ち入り検査を受けた。消費者庁は、 DVD や冊子の体験談として紹介された乳がんが消えた C 型肝炎から助かったなどの根拠を示すように求めたがヘルス社側は資料を提出せず2013年10月17日付で景品表示法第4条第1項の規定により禁止されている道項1号に違反する不当な表示を行っていたとして同法第6条に基づく 景品表示法違反の措置命令を受けた。消費者庁により認定された違反期間は平成22年11月頃から平成25年4月頃であるが、朝日新聞では体験会場で古代なセールストークが創業当時から続いていたようだと指摘され、措置命令当時の社長は朝日新聞の取材に対し取締役に就任した4年頃から薬事法に触れると思い、 マニュアルの改定を進言したが聞き入れられなかったと答えている。消費者庁立ち入り検査後の2013年5月には自社ホームページに弊社及び弊社製品パワーヘルスに対する悪質行為についてを掲載した。消費者庁の措置命令前日の2013年10月16日に朝日新聞から消費者庁は近く製造販売業者ヘルスに 景品表示法違反で措置命令を出す方針を固めたと報じられたが、ヘルス社は自社ホームページで本日一部報道機関より当社の消費者庁処分に関する報道がなされましたが、これは当社が発表したものではありません。当局へも確認をいたしましたが、当局からも発表された事実はございませんと否定した。翌日2013年10月17日の消費者庁、 措置命令後、一転して同日付で、自社ホームページにお詫びとお知らせを掲載。また、日経新聞に対して、ヘルス社は、返品にも誠意を持って対応すると答えている。なお、返品については、根拠もなく、病気が治るとして、商品を販売していたのであれば消費者契約法に、基づき契約を取り消し、代金を返金してもらうことができる可能性もあると。 指摘されている。国民生活センターは、ヘルス社が新聞の広告欄にお詫びを掲載したとしてその内容をホームページに転載した。その後、措置命令から2ヶ月にも満たない2014年12月2日に、現在のホームページを開設し、お詫びを掲載した旧ホームページを閉鎖。2014年4月には、会社のコーポレートマークを変更し、 株式会社キャリアデザインセンターの運営する転職サイトタイプの自社紹介でも創業より36年間全国に電位治療器コスモトロンの体験会場を開設し多くのお客様よりお喜びの声をいただいてきた当社と事実と異なる掲載をし創業当初からの製品であるパワーヘルスと消費者庁からの措置命令には触れなかった パワーヘルス体験会場の大相撲番付と、検証機の写真コスモトロン体験会場の白鵬のパネルと検証機2016年6月まで、株式会社ヘルスは、日本相撲協会を応援しています。すべての場所に検証をかけておりますとして、第69代横綱白鵬、幕内土俵入りや、自社の検証機が並んだ写真を日本相撲協会の許可のもとに、 自社ホームページで掲載していた。体験会場では自社の検証器や大相撲番付が飾られ、会社案内にも検証器が並んだ写真を掲載しており、大相撲の検証が口コミや個大なセールストークとともに高齢者を引きつける要素であると指摘されていた。2013年4月の消費者庁立ち入り検査を受けた後の5月以降は検証を自粛していたが、 2013年10月17日の措置命令後に旧ホームページを閉鎖して新たに現在のホームページを開設した2013年12月以来た社同様に検証をかけていた。2014年にはコスモトロン発売とパワーヘルスの生産停止に伴い、それまでのパワーヘルス株式会社ヘルスからコスモトロン株式会社ヘルスと表示された検証機に変更した。 2016年、日本相撲協会は、大相撲検証手続きのご案内で、ホームページ等へ掲載の場合は、検証形式の報告のみに用途を限定し、掲載期間を設定とし、なおかつ、企業 PR 活動また、それを兼ねた活動で使用を厳禁とした。これを受けて、同年9月には、ヘルス社の大相撲紹介ページが、自社ホームページから削除されて、 閲覧不能となったが、日本相撲協会へのリンク自体は残されている。措置命令後の2014年3月以来、自社ホームページで社会貢献活動として、公益財団法人、ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンにより設置、運営されている、ドナルド・マクドナルド・ハウスに2014年より、毎年寄付を行い、ブロンズスポンサーとして支援していることを、株式会社ヘルスは、 ドナルド・マクドナルド・ハウスを支援していますと、財団法人の許可を得て、ロゴマークも載せて宣伝している。京都ジョブナビは、2016年8月3日付の更新で、ヘルス社の京都事業所が2015年3月に閉鎖されているにもかかわらず、京都事業所の住所や画像とともに、東京都、大阪府、福岡県田全国に12営業所ありと2016年8月現在の、 三営業所という実態とは全く異なる情報を掲載した。ありがとうございます。